ナーキャンプ取材機、これからドラホットプラスこの茶壇球場から生放送です。後ろには茶壇の球場が広がってるんですが、その横に特設ステージを用意してあるんです。ここからの放送ってなかなかないので、ちょっとドキドキしています。頑張ります。終わりました。ドラゴンズが2018年シーズン、どんな姿見せてくれるのか楽しみです。頑張れ。